ご視聴ありがとうございます。どうか最後までご視聴ください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。そよ風に木漏れ日の氷川のせせらぎ、波の音ほのぼの揺らめき、小鳥のさえずり、自然のリズム一定ではなく、揺らぎを感じて心地よさを知る。心拍呼吸の受け継ぎ歌い、瞳の動き様々な生態の揺らぎ、新鮮のリズムと共鳴し、安らぎの中自律神経を整え、不眠やめまい、抑つなどの不調を放置すればリスクが増す。健康のために対策を講じよう。心拍呼吸の輪、血流太陽、心拍呼吸の輪、血流太陽、瞳の動き様々な生体の揺らぎ、新鮮のリズムと共鳴し、安らぎの中自律神経を整え、疲労を軽減する。都会の規則的な環境で揺らぎを感じずに働く日々、実験結果は明らか、揺らぎの重要性。疲労を軽減し健康に生きる、窓を開けて風を通し、疲れにくく作業に飽きたらデスクを離れる。自ら揺らぎを生み出し疲労を防ぐ、心と体のバランスを整え、健康を守る。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。グッドボタンを押してね。次回土曜日午後6時より配信いたします。次回もご視聴お願いいたします。